チャオ、駄菓子が大好き、あっちゃんです。何の話やっちゃう話やけどね。今日、9月の、15日、金曜日、あっちゃんのお昼ご飯。ちょっとね、前からやりたかったことやってみたいと思います。ちょっと馬鹿げてます。はい。なんかね、楽しいことをしないとね、人間。はい、心がすさんじゃいますってことね。あっちゃん大好き、駄菓子。ビッグカツ。30円。30円のビッグカツを、使ってちょっとバカなことをしましょう。はい。ね、ライ麦のイングリッシュマフィンのライ麦、これを使って、この前で全然買ったからライ麦試してみたくなって、ほんまね、あの長熟もあんのよ。朝食食べたかったけど、朝食売り切れとった。だからちょっとライ麦を買ってきました。で、ライ麦のこれをまあね、普通に剥がして、オーブントースターで焼きます。はい、オーブントースターで焼きましょう。で、ビッグカツ。ビッグソースカツ。はい。定番のね、子供大好き。子供、子供の頃、ヨアちゃんが食べたビッグカツをね、をね、大体半分に切っていけるな。半分に切ります。はい。で、これね、オーブンでちょっと炙ってきます。トースターでね、ちょっとね、熱入れてる間に、キャベツをね、千切り、千切りします。ちょっとキャベツがね、しなっとなってる。はい、焼けましたってことでね、大体まあ想像はつくと思うんだけどね。まずね、マスタード。カスタードではありません。マスタードです。をちょっと塗って、ね、まずマスタードを塗り広げましょう。で、カツを乗せます。はい。で、とんかつソース。じゃあね、マヨや、先。マヨ。マヨを、広げて。キャベツで、キャベツの上からソースで挟んで、ビッグカツバーガー、ビッグカツサンド、はい、バーガーで、サンド、バーガー、何でもいい、はい、適当に、ね、ちょっとリッチにカツサンドはい、食べたいと思います。はい、ね、作る時ビデオ撮るの忘れた。キウイ、キウイをね、1個ね、完熟なキウイだったんで叩きます。で、ね、これグラスに、もうね、熟して美味しそうなキウイ、甘っ。グラスにキウイ入れます。これね、
伊賀の炭酸水をこれに注ぎます。あの酸っぱいの無理な人はガムシロ足してください。じゃあこのままいきます。では食べたいと思います。はい、できました。ビッグカツサンド と、キウイソーダ、では食べたいと思います。いただきます。ちょっと待って、ではいただきます。まずビッグカツサンド、あ、国が推奨する新しい自動車安全コンセプト、セーフティーサポートカーです。うん。全国からでセーフティーサポートカーです。うん。今から贅沢カズさんでございます。なんか言ってないようになるよ。これでもね、140円ぐらい。140円とか、130円ぐらいが、うん、マフィンね。イングリッシュマフィンが130円、計算めんどくさい、120円で計算して3、4、12、30円、ビッグカツ30円、60円、あとキャベツ1枚、60円ぐらいです。はい、おいしいよ。ダメですか、このお昼ご飯は。いいやん、たまには。うん、甘みがない、甘みがないけど美味しいよ。キウイのね、あの、何ていうの、キウイ自体の甘みと酸っぱさで、キウイソーダ美味しいです。さて、続いての話題いきましょう。結構無理な、ここに入れてキンキン冷やしたら美味しいと思う。来週18日月曜日は敬老の日でございます。祝日法によりますと、多年にわたり社会に尽くしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日でございます。本当におめでとうございます。さて、日本は世界を代表する長寿国でございます。美味しい、これキウイね。熟したやつ、見切り品で完熟売ってた、3つで120円やったかな。うん、あ、1つ、うん、40円ぐらい。フレッシュキウイソーダ、おいしい。うん、これにちょっと焼酎入れたらね、フレッシュキウイサワーにしたら美味しいと思うな。ダメですね、お昼からそんな飲んじゃね。はい、うん、やめときます。結構食べ応えあるよ、これ美味しい。夕方お腹減るやけどね。うん、ポテトあった最後やね。ポテトの代わりにじゃがりこでも食べようかな。ダメですか、ジャンクすぎる。うん、ね、でもたまにはね、いいです。面白い。もうね、ビッグカツ硬い。うん、美味しいよ。こういうのも好きです、あちゃんは。真面目な主婦さんに怒られそうやな、こんなお昼ご飯だったら。うん、国内最高齢の男女発表されました。男性女性どっち。うん、美味しい。駄菓子恐るべし。うん、
町にお住まいでいらっしゃいます。1905年明治38年の生まれ、112歳。明治すごいでしょ。若々しく見えます。そして女性の日本最高齢は田島さん。マスターとかね。いいよ。いやいやしてる。なんかこれほんまにお惣菜のカツでやったら普通にカツさんなんよね。あれってビッグカツでやるというね。新しいでしょ。うん。そういうことで。ドン。発見ね。ちょっとモスバーガー。うん。ホームページ見て、ね、北海道の今北海道 VS 名古屋、うん、北海道の出てけ北見カツ北見とんかつかなんか、うん、の VS 名古屋のビーフリアやってんだけど、あれ見たらエビはちゃんと食べられへんけども、とんかつ美味しそうやなと思ってた。偶然買ってきた、いや偶然じゃないねんけど買ってきてやった、ちょっとね、うん、ネタにしようと思って買ってやったビッグカツがあって、やっちゃえって思ってこんなことしてしまいました。はい、うん、おいしい、うまいね、これすごいな、体に良さそうで、さっきの体に悪そうプラマイゼロです、もはやマイって懐かしい。あの、そんなどうでもいいねんけどもね、あの、美味しくいただければそれでよしです。これもね、パン、小麦です。で、カツ、これ魚のタラのすり身 やと思うね、確かビッグカツ、ね、お魚の命、麦の命、小麦の命、麦って小麦の命いただいてね、うん、あの、体に入れるっていうことは、ね、感謝してありがとうございます、ごちそうさま、美味しかったですっていうね、感謝を込めて、でキウイさんのね、ミノ、うん、キウイだって食べられるために生まれたんちゃうもんね、子孫繁栄するためにキウイの実がなって種になってキウイを増やしていくっていうために生まれたのに、ね、食べられて、ね、そういうことに感謝ありがとうございますって感じでね、うん、ちょっと昨日、あ、どっちか先に上がるかな、いや、なんね、あの、寝る前の動画の時にこういうお話をしててんけどね、食べる時に感謝しましょうねっていうね、まあそんな感じの話の付き合っちゃうもんね、そのじ、いや違うな、その続きになってるか、この話しちゃったけど、あげるのが前後するかもわからへんけど、うん、ということで、食べ物に感謝して今日も、ごちそうさま、美味しかったですっていう感じで、あっちゃんのお昼ご飯この辺で終わりにしたいと思います今日、うん、これではちょっとね、物足らんし、カロリーとか栄養的にも足らんし、まあ、よろしくないねんけど、なんか食べなあかんかな、どうしようかな、ちょっと考えます。はい、もし食べるんやったらまた食べてみたいと、何か食べるかもわかんない、でもこのまま夕方まで持ったらね、もう持つかもわかんない、まあ、その辺ちょっと考えながらやってみたいと思います。ではまたね、バイバイ。